はい、写真家クジラ岩曽です。今日は春名南さんに来ていただきました。よろしくお願いします。ちょっと自己紹介してもらっていい？はい、春名南です。普段はグラビアを中心に活動してます。過去にレースクイーンをちょっとやっていました。身長が168センチで大型の11月7日生まれです。皆さんよろしくお願いします。落ちた。グラビアやってる、ね、はい、撮らなきゃいけないね。そうですね。今日は、はい、そんなわけで YouTube クジラ岩曽チャンネルのグラビアと、はい、それからなんと高分社フラッシュウェブ版のスマートフラッシュさんとの連動企画で撮影がアップされますから、はい、楽しみに、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、じゃあちょっとここのトレンディーガルマ風のここ行ってみましょうか、はい、行きますよ。ちょっと様子見ます、はい、OK です。おお、いきなりいいポーズしますね。ちょっと遠くをちょっと見つめられないんだけど、見つめた感じにしてみようかな。そうそうそう、そう、OK、はい、ですよ。で、ちょっと並べちゃってもいいですか。いいですね。すごくいいですね。ちょっと待ってね。あ、こんな感じです。いい感じ。ちょうど隠れた。そうだ、変だ。いい感じ。そうですね。できてますね。はい。よいしょ。今度膝ぐらいだと。全身取るから足ちょっとカッコつけようか。デスクに挟んだっけ、はい、デスクに出していきますか。じゃあこれぐらいでしょうか、はい、軽く。そう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 、オッケーオッケーオッケー、いいですね、はいはい、向きをさ振り返った感じにしてみて。そう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 、オッケーオッケー。どっちが好きとかある？こっちの方が、どっちの方がいい、はい、分かった。そっちの方に取りましょう。左手ちょっと軽く、そうですね、右手は髪の毛でもいいし、髪の毛自分でやってきたの。あ、やってもらいました。やってもらった、はい、上手だよね。自分でやったにしてすごいなと思った。足ちょっと出る、グラビアっぽく突き出す。そうそうそう、 OKOKOK、 いいです。右手も両方すれちゃうか。指先軽く伸びて、そう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 、最終的に目を見て顔を見て、なんとなく全然見えないけど、指先とかに目が行くんで、そこがおしゃれだと写真がおしゃれになりますから。わかります。はい、いきます。 OK、 はい、いいですね、いいです。今度右手を押して、で、少し回ってくるか。そう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 、それだけ。しゃがんじゃう。オッケー。ポキポキできる。大丈夫。大丈夫です。取れない。大丈夫。大丈夫です。いいですね。右足だとか。そのままそう。オッケーオッケーオッケー。はい。行きます。で、そのまま向こうに曲がっていける。左から振り返る感じで。あ、じゃあ一回さ、普通にしゃがんでもいいよ。普通にしゃがんでいいけど。見て、ガラスの方に近づいていって、そうですね、そうですね、そうですね。で、振り返ってる感じで。いいですね。OK、OK、OK。はい。ちょっとちっちゃくなるか。そんな感じですね、そんな感じです。まさにそう、まさにそう。この指も今曲がってるじゃん。ちょっと伸びてるだけ。そうそうそう。いいです。オッケーオッケーオッケー。そうそうそう。優しく見つめて、優しく優しく。オッケーオッケー。で、この下に。いいです。はい。じゃあ、次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 。
川が見えるぐ